からたっちゃんの髪を切りに行きます。だいぶ伸びた。私の中でね、今ね 1,2,3,4,5 軒ぐらいローカル美容室が浮かんでんの、徒歩圏内で。ああ今回もちょっと新しいとこチャレンジしたいじゃん。ああ外観を見て決めよう。オッケー、5軒まず巡ってみよう。オッケー。ここが前回行ったところです。ここはもうないね。ここが350バーツかかりました、カットにね、はい、そしてあの伝説の髪型が生まれた場所です。今日はどんな伝説が待ってるかな。じゃあ2軒目に行きます。2軒目行ってみよう。これです、2軒目。これが回ってるってことは美容室だよね。だけどね、外にさいくらとか書いてないね。ここマッサージって書いてあるけど、250バー。2軒目。3軒目。ここ、あら閉まってる。フィニッシュ。あークローズ。あー残念でした、クローズ。じゃあ4軒目。これオープンって書いてある。ちょっとレディース感あるね。でもちょっと綺麗めじゃない？綺麗。ヘアサロン。ネイルサロン。あ、ソーリー。5軒目。なんかほら期待できるっしょ、5軒目。ほら、すごい。いい感じやない？めっちゃさ、美容師さんもかっこいい感じ。もう外観で決めるしかないから。1軒目が前回ミスったとこ、2軒目250バーツのとこ、3軒目クローズ、4軒目ネイルサロンだった、5軒目ここ。これこれ150でいけるのかな。でも一番美容室っぽいね。じゃあ入ってみよう。
ました。